群馬が紺、そして愛媛は白、今日は登場してきます。優勝を目指して愛媛 FC と対戦します。正田醤油スタジアム群馬から清水憲久さんの解説、アナウンサー篠田でお伝えしてまいります。全てではないですけど、早く攻め切ってしまうっていうのは愛媛何本か必要だと思いますね、この庭はオフサイドではありません。打ってきた、よく触りました清水、反転ですぐに打ってきた庭師音、こっちにもいるぞ、ここもボールを持って田中です。さあチャンスになるか、平尾が駆け込んでいるさ、加藤シュート打っていた、弾いた、ボレーシュートでした。もう一回大前から、今度は低いボールが入ってくる。オフサイドないか、岩瀬、ああ PK です、 PK です、 PK を終えました。ありました、ここで、ああ引っかかってますね、群馬先制点です。大前のゴールです。得点は5試合ぶり。 PK でまず後半の今7分になったところですが、先制点を奪いました。まあ、落ち着いてましたし、あのスピードであそこに蹴られたらね、もう岡本からしたらもうノーチャンスだと思います、はい、自信持って蹴ってますね、この時間に点を取ると群馬かなり有利な立場になりますが、高いボール、キーパー出てこない、サイドでした、キーパーが出てこられない、迷ったところに小島が飛び込んできたんですが、サイドネット、愛媛の方も 4-4-2 の形にしてるんで、はい、まあ、その形の方がよりボックス内人数かけれてるような気がするんですよね、有田セイダ、清水、ハンドはない、ただこのボールはもう一回大前に返ってきました。今度は田中は外に流れているんですが、もう一回小島、田中、大前、狭いところ田中つなぐ、ファールなし、岩上抜けた、シュートだ、右隅を狙ったシュートでした。大前大丈夫でしょうか。試合終了です、1-0、ザスパ草津群馬今シーズン2度目の連勝。